事業といっても、まあ、専門分野が増えるだろうと、税理士としてもですね、総合的にやられる方もいらっしゃいますが、まあ、ある分野に特化してやりたいとか、まあ、この分野は得意だけどこの分野はちょっと苦手だとか、または忙しくてこの分野を誰かに手伝ってもらいたいとか、まあ、そういったさまざまな業務に対してこれを誰かに任せたいなというニーズと、あとこれは自分でやりたいなというニーズもあるかなというのは、我々日頃事業の皆さんと、仕事をやり取りさせていただいていた中でひしひしと感じてまして、それを、まあ、今この世の中、クラウドという形でウェブサービスで、やっていくと、より効率的ですし、まあ、より気軽にできるのかなというふうに思ってですね、ウェブサービス化したというようなものになります。このネットワーク事業という形で、まあ、会計事務所や、まあ、税理士、司法書士、行政書士の皆さんとですね、相続というそのビジネスに対して、まあ、共同してやっていこうという思想、これはもう代表の天野が構想を打ち立てて、まあ、その専務の天野とも一緒になって、注力してきたところでした。もともと会計事務所に、まあ、通信販売というサービスはして、させていただいたんですけど、会計事務所の先生と一緒に仕事をするっていうことは特に課されてなかった、ずっと貫かれてるところですもんね。そうですね。ただ実務を一緒にやるってことはですね、そんなにしてなかったですね。ただ本格的にやっていこうと、で我々も会計業務ってやってたんですけども、顧問業務ですね、で相続にも完全にシフトしようと、いうことも決めてからは、じゃあここはじゃあ誰にやってもらおうかっていう時に、まあ、提携している税理士さんにやってもらおうと、じゃあその提携作業っていうのをどんどん進めていく必要があるねと、で会計業務は、先生と話し合って、どんどんお渡しさせていただいて、まあ、我々がちゃんときちんと間には入りながらも、作業と自体は先生にやっていただくと、相続も同じように我々でやってはいたんですが、やはりもう改正を契機にですね、非常にありがたいことに多くの案件を、させていただくことにもなったので、でまあ、地方のやはり案件というのも増えてはまいりましたので、まあ、本当スムーズにやるためには、いろんな先生と提携して、やっていく必要があるということはひしひしと感じまして、でもうやはり折からの、そのやっぱり働き手不足というところもやはり、問題もあったので、まあ、いろんな先生にやっていただくことで、自社で抱えずともやっていくっていうことが大事だろうということで、まあ、進めてはいたので、まあ、その流れがあったので、持ち屋というのはあくまでウェブサービスというところではあるので、なんか特段大きな、変わったことをしたということはなかったんですね。ただ今までこうやってやはり先生とのやり取りって、やはり電話だったりとか、まあ、メールもなかなか、読んでいただく習慣とかもそんなになかったりとか、あと、やっぱりファックスだったりとか、まあ、そういうところが多かったので、このウェブにすることで、果たして、どこまで、ここを見ていただいて、やり取りできるかなという不安は、ありまして、そこの不安を課題解決するっていうのがもう本当に大事なところだったのかなというふうに思います。